いや、今日も会長会長。今日は何しよっかな。そうだ、魚釣りでもしようっと。よいしょっと。大物を狙うぞ。ロバ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 。俺マーティ。なかなか釣れないな。スパーン。セットの中に確かダイヤが残ってたわね。ロバ？スティーブ！大変よ！ゾンビ！ゾンビだわ！え？ゾンビだって？急いで装備を整えないと。私もよ。よし、退治するぞ。ドリア、うわ、ドリア、決まった。すごいわスティーブ、さすがね。え？やばい、アレックス、僕に任せて。どうやったの？アレックスすごい。わあ、やった、モンスター見事に退治だね。やったわねスティーブ。はい、こんにちは、マーチャンネルマハラです。ということで、レゴマインクラフトの寸劇をご覧いただきましたけれども、めちゃくちゃクオリティ高かったでしょ。うん、すごいっしょ今回。すごいね、パパめっちゃ頑張ったでしょ。いや、パパ違うでしょ。あ、パパじゃない、うん、そうなんです、これはですね、パパじゃなくて松田剛剛さんに作っていただいたストップモーションアニメなんだね。そうだね、今回ね、コラボさせていただきました。うん、めっちゃすごい。うん、すごいすごい。松田剛剛さんはこのストップモーションの、あのいう動画をですね、いっぱい上げられてて、うん、でうちのねレゴマインクラフトを今回ちょっと送らせていただいて、そしたらあんなすごい動画を作ってくださった。すごい。しかもね、面白いのがなんと今さっきの寸劇の続きが松田剛剛さんの方でも上がってます、うん、だからもうこれ見終わった後ぜひ行ってほしいね。うん、あ、まあでもすごいね。うん、例えば水がブクブクしてるのとか、ブクブクしてるね、すぐパッと着替えれるとか。あ、そうだね、うん、あとそう、ジャンプするときにちょっとお腹がポコって開いたりしたもんね、うんうん、それでピョンってなってる。どうやってんのか、もうすごい。だってあれね、 すごい大変だと思うよね、一個つ動かしてってね、カチャカチャカチャって素晴らしいです、うん、はい、ということでですね、今回は松田剛剛さんとレゴマインクラフトを使ったコラボをさせていただきました。はい、こういうコラボは初めてなんてね、うん、実際会うこともなくてね、うん、そのままストップモーションでコラボ、そう、すごい新しい試みでした、うん、はい、ということでぜひ松田剛剛さんの動画を見に行ってみてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回の娘動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこのあたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。